今回はですね、南インドカレーの大人気店ダバインディアさんにお伺いしていきました。5時に予約したんですけれども、このお店はですね、予約して、時間に例えば4人だったら4人揃っていないとお店に入れないというちょっと厳しいルールなんで、先ほどの映像のように結構行列ができてるんですけど、あれ実は予約している方たちなんですね。まあ予約しないと絶対入れません。で、今回はダックビリヤニという面白いメニューがありまして、こちらも注文してみようと思いました。訪問したのは私と相方と、それから2人の若い人、まあ合計4人ですね。料理が来るまでは赤ワイン、インドの赤ワインで乾杯しようということでボトルを注文しました。まあサラダが先に出てきましたので、まあサラダをいただきながらワインを飲むと。まあその間にカレーとクルチャ、まあそういったものが出てくるまで、会話を楽しんだということです。このダバインディアはですね、もう南インドカレーの代名詞ともいうお店で、もう料理も素晴らしいし、接客も素晴らしいし、味も抜群です。で、これはタンドリコビと言いまして、カリフラワーをタンドルで焼いたもの。さらにティッカですね、魚と鶏、これの焼き物も注文しました。これがダバサラダ、ダバグリーンサラダというものです。ワインも進んで、料理を食べながら、まあ、会話を楽しんだんですけども、そもそもこのダバインディアのダバっていうのは食堂って意味なんですね。ですから直訳するとインドの食堂っていうことで、まあ、店内は青でこう統一されている美しいお店なんですが、まあ、食堂という雰囲気ぴったりのなんか居心地のいいお店です。で、ビリヤニ、それからマトンカレー、注文した内容としてはあとほうれん草カレーですね、こういったものを注文しました。あとは南インド独特のこの白い魚のカレー、フィッシュカレーですね。で、必ず注文するのはこのチーズクルチャーです。これもう抜群に美味しいですね。ナンの中にチーズと蜂蜜が入って、で、これがダックビリヤニ、これが白い先ほどのカレーです。で、ビリヤニは今回2種注文しまして、こちらは、なんて言うんでしょう、土曜日限定の蒸したハイデラバードビリヤニっていうものなんですが、通常のビリヤニはこう炒めてある。で、こちらのビリヤニは蒸してある。その違いなんですね。まあ、蒸してある方は時間かかりますし、だから週に1回しか出てこないということです。ちょっと料理頼みすぎまして、テーブルに乗り切るか乗り切らないかギリギリだったんですけれども、まあ、小さなお皿に盛り付けるとこんな感じで結構美しいですよね。だからネパールのダルバートみたいな感じになりまして、まあちょっと正直4人で、多分これ量的には8人前以上あるんですよ。ですからちょっと注文しすぎたかなという感じです。